スライターの古川です。いつも記事をご覧いただきましてありがとうございます。向かい側、今日360度 VR なので向かい側ぐるっと回してください。最近よく出てます。よく出てます、はい、モデルの入月彩乃です、はい、よろしくお願いします。こんばんは。今日はですね、信濃町にあります森のビアガーデン、毎年この時期にやってるんですけど、明日から開業です。今日は前日ですね。なので、プレスデーです、はい。内覧会ということで来てます、はい。で、もちろんビール、ビアガーデンなのでビール飲むんですけど、今日はちょっと珍しいビールを注文しました、クラフトビールなんですが、これラズベリーのビールです。ラズベリーのビールです。私はピルスナーです。ちょっと飲んでみます。いや、なかなかすっきりした味わいで私は好きです。本当にこれ絶対女性大好きだと思う。女性大好き。もう色もちょっと赤いし、女子向きで、去年まではこのクラフトビールは10種類だったんです。でも今年は22種類に倍増しまして、というか選べないです。迷いますよね。迷うね。まあビール、クラフトビール最近流行りなので、はい、クラフトビールよく飲みに行かれる方、ブリュワーをこう、まあちいちいちいち言ってる方はいないと思いますけども、まあお店でね、いろんな今クラフトビール飲めますので、そういうのを飲んでらっしゃる方はお詳しいと思いますけど、例えば IPA であるとか、まあ、今私が飲んでるピルスナーであるとか、まあ、こういうフレーバー系のビールであるとか、まあ、こういったものも22種類ありますので、選べる方は選んでください、はい、選べない方は、まあ、新一番搾りを飲み放題で、あとハイネケンとかねありますので飲んでいただければと思います。そして食べ放題メニューは、まあ、おなじみとやおなじみですけど、バーベキューですね。まあ、いろんなラムだとかポークだとか、チキン、それからビーフもあります。食べ放題です、ね、お肉も美味しい、はい、でそれ以外 の 別料金ですけど有料のものは、実はですね、入口さん後ろ行ってください。入口さん後ろ行ってください。はい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 、実はこれが、あらららら、はい、すごい、これが別料金のものなんです。すごい、ラムール、そうです、別料金なんですけど、ちょっと本格的なものが多くてですね、アヒージョ鍋とか、はい、もはやビアガーデンではない。そうなんです、実はもうレストラン並みの。そうですよね。これが今食べてもらってたバーベキューの食べ飲み放題のメニューですね。4300円、あ、女性は4000円ですけど、はい、これは食べ放題です。台風、春雨、サラダ、いろいろありますね。なので、意外とこの辺り女性好きそう。そうですね。ね、これ絶対みんな頼みたいかも。はい。あと、まあ男が好きなのはこの辺りですか。博多地鶏の唐揚げ。唐揚げ、はい。あと女性、このラムが、ラムね、気になると思います。ヘルシー。まあ、ヘルシー。はい。豚バラ。豚バラとソーセージの煮込み。これちょっと男も好きそうな感じですね。はい、でビールもいっぱいありますので、サワーハイボール、まあ、新龍中、一番搾り、ハイネケン、それ以外に22種ということですので、お楽しみいただけるんじゃないかと思います、まあ、この夏暑くなるかどうか分かりませんが、ちょっと戻りましょう。はい、はい、はい、今年の夏は暑くなるかどうかは分かりませんが、多分暑いと思いますので、はい、暑い夏にはビアガーデン、はい、ゆっくりと飲んでいただければ、はい、今日は森のビアガーデンから前日、はい、開業前日にお送りいたしました。どうもありがとうございました。次回またお待ちしております。ありがとうございました、はい。